どうも、スルトです。今回は5分でわかる竜騎士ガイドです。竜騎士、通称ユカペロタンクは、まあ、近接ジョブの中でも結構シンプルなプレイスタイルで、他の近接ジョブと比べてもかなり扱いやすい部類だとは思う。アンロックの方法としては、まずグリダニアで操縦士のレベルを上げていて、まあ、そこから竜騎士のジョブクエストにつなげることで解放できる。 GCD と GCD の間に挟んで使う OGCD の数も豊富にあって、それでいてシンプルなスキル回しなことから、割ととっつきやすい季節ジョブだと思う。リュウキシといえば、誰でも知っているユニークなジャンプのアビリティを持っていることが、MMRPG としてはかなり珍しい方だと思うし、面白いメカニックの一つだと思う。それ以外にも、バトルリダニーとドラゴンサイドというグループに貢献するバフ、 があることでグループ全体に対する貢献度がとても高いそういうサポート的な側面も持ったジョブの一つである次にギアリングギアリングに関してはビスについて紹介したいと思いますまあ、ビスっていうのは、まあ、ベストインスロット、まあ、つまり最強装備って言ったら分かりやすいかなまあ、いわゆるステータスにはプライオリティつまり優先順位があって どれを優先してギアを選ぶかっていうものがあるんですよね。それじゃあ説明すると、まあまず優先順位として、一つ目がアイテムレベル。まあどんな装備であれ、アイテムレベルが高いものを選ぶこと。アイテムレベルが高いものっていうのは、まあいわゆるプライマリーステータス、まあ、STR でセカンダリーステータス。まあそのセカンダリーはクリッド、ダイレクトヒット、 で、デタミネーション、スキルスピード。まあ、アイテムレベルが高ければ高いほど、それらの値は高いんで、シンプルにアイテムレベルが高いものを優先して選びましょう。まあ、これを見てもらえばわかるように、まあ、優先すべきはアイテムレベル。まあ、次に、まあ、STR が高いもの。で、その次が、まあ、クリットダイレクトヒット、で、デタミネーション、スキルスピードですね。で、スキルスピードに関しては、 竜騎士はスキルスピードから得られる恩恵っていうのがすごく少なくて、まあそれはランスチャージとかバトルリタニーとか、まあオフ GCD が豊富なことで、そのオフ GCD をいかに効率よく回すかっていうのが竜騎士のその難しさであり、まあ面白さなんだけど、そこの部分がスキルスピードが上がることで狂っていってしまうんで、だからスキルスピードは基本的にはなくてもいいですね。 現状のビス装備でも2.5、まあ、つまりスキルスピードがない状態、もしくは 2.46GCD が2パターンあるぐらいかな。なので、まあ、スキルスピードはなくていいです。まあ、あまりその DPS に影響しないって考えてもらっていいと思います。次にスキル回し関連。まず青の流血。まあ、青の流血を使っている間は流血ゲージが溜まっている状態になります。 青の流血のバフが乗っている間は、ハイジャンプとスパインダイブのダメージが30%上昇する状態になります。でまあ、基本的なコンボ。まず基本的なコンボとしては、トゥルースラスト、でディセムボール、オーカ。まあ、これはバフを乗せる方のコンボですね。まあ、バフが乗る方のコンボ。まあ、開幕とかには必ずバフを乗せるためにこっちのコンボを使います。で、リュービー、リュウガ。 これは方向指定もある。リュービーが後ろから、リューガーが側面から。で、次に、ルー、ボーパル、フルスラスト。でまたリューガー、リュービー。でリュービーとリューガーを使うと、流血ゲージが上昇するので、そのリュービーとリューガーを回しながら、流血ゲージをキープするっていうのが、まあ一つポイントで、まあ、基本的にはこのディセンボール、バフがつく方のコンボを使って、 まあ、ポテンシーが高いフルスラストのコンボを使ってっていう流れが基本的な、まあ、GCD を回すコンボの流れになりますね。それと、リュウビ、リュウガ、もしくはリュウガ、リュウビをちゃんと側面、方法、正しく使うと、ライデンというスキルが使えるようになります。まあ、このライデンっていうのは、トゥルスラストを交換して、まあ、トゥルスラストの代わりに使えるようになって で、まあ、ダメージが上がるので、確実に竜尾と竜河を決めることによって、まあ、DPS の底上げにつながるので、必ずそこは意識して決めることが重要になってきます。まあ、竜騎士のちょっとコアの部分。青の流血と赤の流血のサイクルの部分や、まあ、バッフの回し方。かなりディープな深いメカニックの部分に関しては、また違った機械に、 まあ、竜騎士ガイドとして作ろうかと思ってます。それでは今回はここまでで終わっておきたいと思います。少しでも竜騎士のことに興味が湧いたり、うん、やりたいなと思ってもらえたら幸いです。それでは見てくださってありがとうございました。Thank you for watching. それではまた。h a v a n i e